禅葉寺の茅帳禅葉寺の茅は、東京都世田谷区の下の禅葉寺境内に生育している茅の巨木である。推定の樹齢は700年から800年以上と言われ、かつてこの地を治めていた豪族の娘と沢谷の親子にまつわる伝承がある。江戸時代はじめ、慶安年間に禅葉寺が深沢村からこの地に移転してきた時にはすでに大木となっていた。 1964年には、東京都の天然記念物に指定されている。新言州地山派に属する禅葉寺は、玉川のほとり、国分寺が気仙沿いに位置し、正式の名を、影高山仏昇院大広社などの禅陽密寺といい、京都市東山区の地尺院の末寺である。この茅野木は梅株で、禅葉寺の本土を前に生育し、樹高は22.6メートル、 幹の周りは5.3メートルに達している。玉川からの強い葉えを受けて全体に北側に傾いていて枝ぶりも北に伸びているが、下半分の枝を柳のようにしだらせた木の姿は優美である。この茅の木が植えられた経緯については次のような伝承がある。この地を治めていた豪族の娘が玉川沿いを通りかかった際、サーガニの親子と出会った。親ガニは今夜、 川が氾濫してこのままでは、私たちは流されてしまいます。どうか、私たちを逃がしてはいただけませんかと娘に頼み込んだ。娘はその頼みを聞き入れ、沢谷の親子を高台へと逃がしてやった。果たしてその夜、大雨が降って親谷の言葉の通りに玉川は、氾濫した。その後、沢蟹の親子は、娘のもとを訪れて、せめて物を例にと一粒の蚊の実を置いていった。 娘が高台にその実をまくと、やがて立派な茅屋の木へと成長した。この茅屋の木は、多くの実を革年に結び、玉川の氾濫に苦しむ近在の農民たちを、助けるようになったという。江戸時代の初期には、すでにこの茅屋は、大木となっていた。その頃、深沢村の善陽寺にいた、幸氏にあじゃりという僧が、本山の知釈院で修行を積み、深沢村へと戻ってきた。 しかし、禅陽寺は、幸重の不在中に荒廃していた。その後、幸重はこの茅屋がある、下野毛村に寺を移転したと伝えられる。禅陽寺の移転については、新編武蔵風土気候巻の48、荏原郡世田谷領勘り、小、下野毛村の城にその旨の記述がある。ただし、移転以前の禅陽寺については、文献がなくほとんど知られていない。 この茅の存在によって、善陽寺は茅寺という別名でも呼ばれている。1964年11月21日には、東京都の天然記念物に指定された。根元には、最大で、幅が約50センチメートル、高さが約2メートルで、子供が出入りできるほどの空洞ができていて、その中には、供養塔が安置されている。空洞があっても根張りはしっかりとしており、 受精は旺盛である。この受精を守るために、全幼児の住職は、陶器の油かすなどの施費に加えて、法事で飲み残されたビールや酒などを木に与えている。近年になっても蚊帳の実は、各年で実をつけていて、豊作の年には、その収穫量が1 0 0ラム以上に及んでいる。収穫した実は干した上で、新潟県佐渡市の若市製造業者へと送られ、 砂糖がけの美味しい豆菓子となって、禅葉寺の客人に供されているという。禅葉寺の庭園は、この木にちなんで、大ヶ谷園と名付けられている。ABCD 巻の8から9ページ。AB 大山台、街歩きスポットストリートガイド4シーズン、2012年4月14日、閲覧。ふるさと、世田谷を語るのげ、上のげ54ページから56ページ。 ABCD 東京都の文化財384ページ。a b 新世田谷の散歩道157ページ。ABCDE ふるさと世田谷を語るのげ上の毛116ページから118ページ。a b 渡辺162ページ。a b 長瀬113から114ページ。ABCDEFG 一瀬 32から35ページ。AB 全用子の蚊や東京の木。2012年4月14日。閲覧。新編武蔵フード機構。下野毛村。ありがとうございます。